栃木県に大雨警報が発表されました。では発表された市区町村を見ていきましょう。栃木県日光市に大雨警報が発表されました。それでは現在のお天気の状況を見ていきましょう。15時20分までに皆様からいただいております過去1時間分のご報告です。関東広く日差しが届いていますが、北部を中心に雨雲が発生、そして発達しております。皆様からは雨がザーザー、そして豪雨レベルで降っているとご報告をいただいている状況です。そしてこの雨雲、雷も伴っています。落雷の発生状況を見ていきましょう。こちら15時20分現在の落雷マップでは、栃木県や茨城県内で落雷が多発しているところがあります。この後も夜の初めにかけて急な雨、雷雨の可能性がありますので、局地的に激しい雷雨となったら道路冠水などにも十分にご注意ください。では今後の予想です。お天気アプリ、ウェザーニュースの雨雲レーダータブで見ていきますと、関東北部を中心にこの後も不安定な状況が続いていきそうです。晴れていても天気の急変、もくもくとした雲や黒い雲の接近にご注意ください。以上、栃木県の大雨警報についてお伝えしました。